ソウル科学技術大学校は、ソウルシア市元区高両百172に本部を置く、大韓民国の国立大学である。1982年に設置された、大学の略称はソルテック。ソウル産業大学校は1910年4月15日に、開校した公立を義堂実業補修学校が始まり、1931年、京城公立工業学校に改編され、 さらに1944年、景気公立工業学校に改編される。独立、朝鮮戦争を経て、1953年3月、景気公立工業学校は、景気公立高等学校に改編される。1973年、景気公立高等学校は、景気公立専門学校に改編される。1982年、景気公立専門学校は、 景気公立解放大学となる。初大学長には、高潤鉄が就任する。1988年、景気公立解放大学は、ソウル産業大学に改名される。1993年、ソウル産業大学校に改名される。2010年9月ソウル科学技術大学校に、改名される。日本、中国、台湾、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イタリア。 フィンランドロシアチェコスロバキアコロンビアベトナムモンゴルマレーシアありがとうございます。